黄昏乙女アムネジアは、メイビーによる日本のホラー漫画作品。スクウェアイニックス館、ガンガンパワード2008年6月号に読み切り、乙女心というの空が掲載された後、12月号に、続編、黄昏乙女アムネジアを掲載。同志を継承した、月刊ガンガンジョーカーで2009年5月号より、 読み切り2作品からそのまま続く形で2013年10月号まで連載。月刊ガンガンジョーカー2012年1月号にてテレビアニメ化が発表され、同年4月から6月まで放送された。創立60年の伝統を誇る、私立誠教学園は、市街地を見下ろすように小高い丘の上に建てられている。長い歴史の間に増改築を繰り返した校舎は、 迷路のごとき様相を提しており、そんな中で、休校者の幽霊の話を、はじめ様々な階段や都市伝説が、生徒の間で語り継がれてきた。一年生の新谷定一は、ある日、休校者に迷い込んだ際に不思議な女子生徒に出会う。彼女は自分こそが、休校者の幽霊ことかのえゆう子であると名乗り、自分の死の真相を解明するために、定一に協力してほしいと申し出る。 ゆうに引っ張られるように行動を共にするようになった。定一は、旧校舎の大鏡の向こうに隠されていた、地下室で白骨化したゆうの死体を発見する。しかし、ゆうは、自分の死体を前にしても、死因を思い出せず、真相解明は振り出しへ戻ることになる。定一は、ゆうの死因解明を兼ねて、学園内で起きる、様々な怪奇現象を解き明かすため、会長サブを設立した。 担当声優はドラマ CD 版、テレビアニメ版の順。突起のない場合はテレビアニメ版のものとする。定一たちが通う私立学校。優子の実家であるかの英恵が山での真事を司さどっていたが、その山を優子の父が切り崩して創立したのが誠教学園である。校舎は小高い丘に立っており、60年にわたり増築を重ねてきたため、中学校舎と 高校校舎が絡み合い、迷路のような建築物となっている。袋工事の廊下や誰も登らない階段などがあり、それらがいくつもの怪異の噂を生み出している。中高一貫校であるが、昔は中東部のみだった。学園に古くから伝わる階段。七不思議として語られているものは、七つだけでなく、数十以上に及んでいる。時代の流れによって、 また人捨てに語られていくうちに内容が変わっていったものもあれば、口述の呪いに関する噂によりなの不思議のすべてを知ることを避ける人が多いため、その全容に関しての認識にズレが生じるためとも言われている。2012年4月から同年6月まで千葉テレほか、独立局及びアニマックスにて放送された。 序盤は原作に沿った内容になっているが、後半からは原作をもとにしたオリジナルストーリーが展開され、完結している。同年11月28日に発売された DVD&BD 第6巻には、第11話に加えて、第12話のディレクターズカット版と独立曲、未放送の第13話が収録されている。テレビアニメ化の発表後、2012年1月23日には、 声優陣やオープニングテーマが発表された。また、同年4月には、本作と同時期にテレビアニメ化されたサンカレアとの人外ヒロインコラボフェアが行われた。ありがとうございます。